こんにちは、グッピーこずえです。今日はまたまた阪神千鳥橋駅にやってきました。ね、ここら辺すっごい穴場で、今日は何を探しに来たのかというと、この辺りにもう多分日本一、世界一安いんちゃうかっていうたこ焼きがあるらしくて、それを今から食べに行きたいと思います。なんか風景的にはあるのっていう風景が広がってます。大丈夫かな。発見したけど結構並んでる。急に現れたたこ焼き赤ちょうちん、こんな感じのシンプルなお店でした。そしてこの激安たこ焼き、一体なんぼ？15個100円、7個50円。え、最初からお得やのに15個になったらまた得する感じなってるで、おっちゃん。はい、こんな風におっちゃんがちゃんと焼いてます。私は100円握りしめて待ってます。家まで持って帰ったら絶対冷めちゃうんで、ちょっともう公園に座って食べちゃいます。やばい、この紙がやばい。どないなってますのこれ。あー、ちゃんと漏れたりしてる。うわ、そしてアルミがあって、ペロー。キャーキャー、美味しそう。あー、めっちゃ美味しそう。マヨネーズとかかかってなくても全然美味しそう。ちょっと並んでたから、漏れなく焼きたてがもらえるっていうね。そういうのもいいですよね。いただきます。このたこ焼き屋さんが実は6時までで、いつもやったら10分前とかも全然終わってるらしいねんけど、今日は開いてた。めっちゃ嬉しい。ちょっともう夕暮れ時にたこ焼きつつきます。ちょっと一番ソースあるとこから食べたろう。めっちゃ美味しそう。いただきます。うん、たこ入ってる。たこと生姜と、なんだこれ、キャベツかな。もうめっちゃ美味しい。なんか多分安いたこ焼きってすごい粉が硬かったりするねんけど、そんなんじゃない。めっちゃ美味しい。粉が美味しいわこれ。うん、美味しい。めっちゃ懐かしい味。パクパクいける。これ絶対この地域の人とかの青春の多分味やと思う。よう食べたわ、あの50円たこ焼き。7個50円なんか、もう中学生とか学生さんのおやつに絶対最適よな。なんかクリーミーな。なんだ、牛乳入ってんのかな。そんなんしたら原価上がんもんな。一応タコも入ってるけど、言うてもちっちゃいです。ちっちゃいけど、この粉が美味しいから、ソースも美味しいから、全然この安さ。じゃじゃじゃ、黙々と食うな。もうもぐもぐ言うてるやろ。白爪草も綺麗に咲いてました。あー、まだたこ焼き食べれるな。あ、たこ焼き